今日のイカれた偉人は日野富子、足利義政の妻で夫の代わりに政治を操り、息子の義久は9代将軍となっています。そんな富子が義政と結婚した時には今参りの局という側室がおりました。ちなみに今参りの局は義政の乳母でした。母親代わりの人を側室にする義政、変態さんですね。そんな今参りの局は制裁気取りで政治にも口出ししていました。当然富子がこれをよく思うわけもなく、今参りの局に対して攻撃的な発言を繰り返します。さすがに身の危険を感じた今参りの局は滋賀県へ逃げますが、結局富子の指示で暗殺されたようです。やっぱりいつの時代もパートナーへの服従は大切ですね。ではまた。